ございます。アドです。今日は9月23日金曜日です。この週末は金土日の3連休なんですけど、ずっと前から東北の紅葉を見に行こうと思って飛行機とかレンタカーを予約していました。だけど台風も来ているし天気もあまり良くなさそうなんで、思い切ってキャンセルして晴れの予報の九州までやってきました。九州の山の候補としては九十と湯布岳と大奥江山だったんですけど、九州まで休み休み来たんで12時間ぐらいかかってしまいました。今10時なんですけど、結局今日と明日で九十に行くことにしました。今日は坊月の天場でゆっくりして、そこで明日どう歩くか考えたいと思います。九十に来るのは3回目なんですけど、1度目は6月の美山霧島が満開の頃に来ていて、2度目は百名山の九十山に登りに来ました。今回は九州の百名山はもう取り終わっているので、百名山にこだわらず晴れの山を気持ちよく歩ければそれで満足です。大奥江山と湯布岳はまだ登ったことがないので、どちらに登るかもこれから考えたいと思います。それでは行ってきます。10時16分長者丸の駐車場を出発します。運転してる時はめっちゃ晴れてたのにちょっとガスてきちゃった。長者丸の駐車場はすごい大きくって、トイレも綺麗なのがあります。何台ぐらい止めれるのかな。第1、第2とかあるみたい。なんかたまたま一番近い駐車場の車が1台出たからフィーって入れた、ラッキー。ああ、上の方ガスかかっちゃった。でも今日は一応曇り予報やからこんなもんかなって感じ。明日は晴れると思う。ススキのロードを歩いてます。だけど人もすごい、さすが3連休って感じ。本間は九十は次紅葉の時期に来たいなと思っていて、紅葉は10月の20日ぐらいなんで1ヶ月ぐらいまだ早いです。九十の紅葉はまた来年かな。この前九州に上陸した台風でかな、木の枝が折れてる。あっつー。9月に入ったからだいぶ涼しくなってきてるかなと思ったけど、めっちゃ暑い。しんど、なんか運転疲れと寝不足かな。1時間ぐらいしか歩いてないのにバッテバッテ。でもまあ今日は我が連れまで行けば一応そこで終わりにしようと思ってるから、どんなに遅くなってもいいか、たどり着ければ。でもまだ美山霧島の時はひいじ岳っていう、平地って書いてひいじって読むんやけど、そこのツツジがすごい綺麗やからそれを見に行ったんやけど、そのひいじ岳の隣、向かいっていうんかな、にある大仙山には登ってないので、それに登りに行ってもいいかなと思ってます。一応そこは300名山やったかな、やから行ってみたい気もします。あと三股っていうところもまだ登ってないから気になってます。いいなあ。わっ、木道倒れてる。
これも台風でやわ、きっと。ああ。よいしょ。わわわわわわわ、グラグラする。危ない。天ヶ池。11時55分、天ヶ池に到着しました。1時間半ぐらいかかった。天ヶ池に水があることって珍しいんやって。今の時期は、松虫草と山らっきょうか。松虫草はよく見るけど、山らっきょう見たことない。丸い点々がいっぱいある紫色のお花。ちょっと探しながら歩いてみよう。さっきまでめっちゃ暑かったのに風吹いたら涼しい。やっぱり秋なんや。あっさり発見。これや。棒がつるってなんか棒がつるに泊まってみたいっていう憧れの天場かなって思う。なんか多分全国の人がこの九十の棒がつるでのびのびゆっくりテントしてみたいって思ってる人めっちゃ多いと思うな。そういう天場って考えてみたんやけどそんなにないと思う。唐沢とかあと雲の平とかあとはライチョウ沢とかかな。なんかこの山に登りたいっていうのはいっぱいあるけどここで泊まってみたいっていう目的地になる天場ってそんなないよな。そう思ったら棒がつるってすごいな。山に登らんでも棒がつるでテントしたいって思えるもんな。もうすぐ開けるんちゃうかな。見えた。着いた着いた。ちってもまだやけど結構向こうまで行かな。なんか見る感じ10針ぐらいなんじゃないのって思う。こんな少ないん。駐車場ではすごいいっぱい大きいザック背負ってる人いたから天板もいっぱいになるんかと思った。ああ、ススキ綺麗。着いた。さて、どこに貼るかやな。棒がつるに着きました。全然10針どころじゃなかった。結構は張ってる。どうしよう。あんまり他のテントと近くないけど広々して気持ちいいところ。結構テントいっぱいあったけどちょっとした囲われたスペース空いてたからここにしようかな。よいしょ。ちょっと雨降ってきたから慌ててテント張った。なんとか設営完了。やっとお疲れ様会します。わっ、よいしょ。お疲れ。服もザックもめちゃめちゃになっちゃった。大変。うん、
腹減ったからとりあえず九州産さつまいもしようって書いてる芋団子を買ったから、これとあと宮崎名物の肉巻きおにぎりっていうの、これ食べてみよう。2杯目。もう今日は食べて飲んで終わりやな。この天気やったら山登らんでいいや。ゆっくりしよう。うん、うん、美味しいけど温めた方が絶対美味しい。とりあえずめっちゃお腹減ってるから一個だけ冷たいまま食べちゃおう。肉巻きおにぎり焼いてみる。めっちゃ暑いやん、テントの中。またテントの中でや。外で気持ちよくご飯しようと思ってたのに。ゴミゴミゴミ。やんだんちゃう雨。よいしょ。あ、焦げた。できた。肉巻きおにぎり温めただけできました、うん、うん。全然なんか温まってないやん。今日は珍しくアルストにしてみたけど火力調整できへんから難しい。キノコ焼いてみる。エリンギと椎茸。焼き鳥を買ってきたから、アミもこっちに来てからスーパーで売ってたから買ったのに、アミ持ってくの忘れた。めっちゃショック。焼き鳥できへん。めっちゃいい匂いしてる。元気。うん、うん、めっちゃ水分、エリンギ。うん、椎茸めっちゃ。ここは大分やけど、宮崎地鶏の焼き鳥をしたくって、宮崎県産の桃、砂肝、そして豚バラも買ってみた。だけど網を持ってくの忘れたから、串刺しじゃなくなるけどバラしてやっちゃいます。よし。あ、熱い。油めっちゃ跳ねる。テントに油跳ねんといて。あっ、テントにめっちゃ油跳ねてる。わあ、ショック。塩、鮮度がいいから塩で食べれる。鮮度いいんかな。よく分かれへんけど。全部入れちゃった。結構いっぱいある。これで青空の多くないんやけどな。
茶ガス抜けてきてた。今6時半ぐらいです。明日は大仙山に登ってみて、そこから御来光が見れたらいいなって思ってます。5時半ぐらいが御来光の時間かなと思うので、3時半ぐらいに出発したいと思います。それではおやすみなさい。